皆さんこんにちは、 MBA ラウンジの川地です。私が今いるところはですね、ドバイのハルトインターナショナルビジネススクール、ね、後ろに建物あります、ハルトと書いてありますけども、こちらハルトインターナショナルビジネススクールのドバイキャンパスに来ています、ね、こんな感じのねドバイ、なんですけれども、ハルトインターナショナルビジネススクール、こちらですね、マルチキャンパスというような形で世界中にいろいろキャンパスがあるんですね。ボストン、サンフランシスコ、ロンドン、そしてドバイ、それからサブキャンパスとしてニューヨークで、今回新たに新設されるシンガポールと、全部でね6つキャンパスあるんですけれども、その中のねドバイということですね。はい、ハルトはですね、もともとはアーサーリトルというコンサルティング会社がね、設立した大学とビジネススクールということで、非常にね、こう実践的でビジネスに近いところがあるんですよね。非常にビジネスに近いところで、いろいろなビジネスに関する学びができるというところがね、大きな特徴かなと思います。例えばね、このね、ドバイなんてね、今、まあ、いろんなところでね、ビジネス界でもニュースでいろいろ聞いたりすると思うんですよね。2003年ぐらいからね、ドバイが急成長してきて、その流れに乗って、このハルトのドバイキャンパスっていうのは、2008年にね、進出して、もうここに構えたと。本当にね、こう、ビジネスの先見の明というかね、そういうところを持っていて、やはりこう、ビジネス、お金が、ね、こう動くところで、皆さん学べるようにというような形でね、ドバイキャンパスっていうのがもう10年以上前、ね、2008年にできたよということですね。はい。で、この後ですね、ハルトのキャンパスの中お邪魔してですね、いろいろまたお話をね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今ハルトのドバイキャンパスの中に入ってきました。ですね、ここ全部ワンフロアでね、こう占めているような、まあ本当にね、広々としたキャンパス、かつ動きやすい、こじんまりとしたと、なんかね、そんな感じのキャンパスなんですけれども、まずね、ハルトといえば、まあ先ほどちょっとお話しした通りね、コンサルティング会社が作った学校ということで、コンサルとかね、に強くて非常に実践的ですよというところなんですけれども、もう一つね、非常に重要な特徴がですね、インターナショナルということですね。本当にね、学生が世界中から来てるっていうような感じです。これはね、ドバイキャンパスの学生がね、それぞれここにね、ちょっと書いてありますけどね、MBA とか MIB とか、EMBA とかね、あとは、まあ、スタッフですね、がどこの国から来てるのかっていうことでね、自分の来てる国をピンで指してくださいねという感じでやってましてね、まあ、これね、ドバイキャンパスなのでね、まあ、ヨーロッパとか、まあ、中東とか、あとアフリカとかね、多いですね。で、まあ、日本もね、まあ、ここに、まあ、少しあると。いうような感じでね、非常にインターナショナルなんですね。ハルトは、国籍がね、すごくこう、厳格に制限されていて、10% 超えないように、全体の学生の 10% 超えないようにコントロールされてるんですね。だから、必然と、本当にこう、まあ、まさにね、国連みたいな感じで、いろんな国の、いろんな大陸から、生徒が集まるっていうような形だし、まあそういうようなね、ネットワークとかコミュニティとかね、をやっぱりこう大切にしたいと期待してるっていう人は、非常にインターナショナルというところで言うと、本当に、ね、160カ国以上のね、ところから毎年春と来てますから、すごくね、そこは他の学校とはまた一味違うところがあるかなというふうに思います。はい。で、こちらね、ドバイキャンパスは3つのクラスルームがあって、で、こっちにね、ブレイクアウトルームということで、こう、本当にね、こう、グループワークとか、ミーティングするような部屋がたくさんあるんですね。まあ、すごく実践的なものですからね、
やっぱりこうグループワークっていうのは、まあ、ハルトのね、学ぶ上で、欠かせないところだし、もう本当にこう、年がら年中、ディスカッション、ディスカッション、ディスカッションというような感じで、本当に実践的っていうところになると思います。で、このね、ブレイクアウトルームもね、部屋の名前がね、面白いんですけど、こうやって都市の名前ついてるんですよね。これまあ、アブダビとか、あとはね、なんか向こうにね、東京っていうのもね、ありましたしね、モントリオールのクラスだったりだとか、まあこれサンパウロとかね、書いてあるんですけどね。こんな感じでね、本当にね、ブレイクアウトルームがたくさんあって、で、ここで、ね、まあ今はね、ちょっと、授業中でね、いないですけども、学生があんまりね、いないですけども、これでね、常にこう、ディスカッションとかしてるっていう感じですね。で、クラスルームも、名前がね、これロンドンっていう名前のクラスルームだったりだとか、あとはサンフランシスコと上海かな、っていうようなクラスルームがあるという感じです。で、あと、ね、ドバイキャンパスのこの、スタッフのね、見えにくいですけど、スタッフの、まあ、役割と、あと、顔写真がね、これ載ってるんですね。だから、まあ、例えば、ここで、ファイナンスチームとか、IT チームとか、キャリアチームとか、オペレーションとか、コーディネーター、スチューデントコーディネーターとか、いろいろな、こう、役割の、ね、名前と顔写真が書いてあって、向こう側に行くとね、その彼らの部屋がありますからね、なんか困った時に名前と顔一致した感じで相談に乗ることができるという形で非常にサポーティブなところもね、あるかなと思います。で、こちらが、まあ、全員ではないですけどね、代表的なこれプロフェッサーですね、の顔写真と経歴と名前というような形で載ってるという感じです。はい。で、ずーっとこっちに行くとね、これはね、アクティビティですね。今月何日にこんなアクティビティがありますよ、というようなことをね、これ記載していてね、ちょうど今書いてますけどね。で、あ、今日はこんなアクティビティがあるんだ、参加してみようとか、ああいうことで参加できるよ、というような形ですね。で、まあ、ここにスチューデントロッカーがあるというところで、今ね、そうですね、ブレイクアウトルームがね、まあ、ここにいっぱいあるんですけど、なんかもう、ちょっとプロフェッサーによってね、ちょっと予約されてるそうですね、全部。というのは、ちょうどこの、今日はなんか3日間の集中講座みたいのがあって、今授業をやっていてですね、それが終わったら、グループで分かれて、このブレイクアウトルームで作業してもらうっていうことで、今全部予約、リザーブ入ってますね。だから今ね、いないんですけど、普段は本当にね、学生がもう賑やかにやってるっていうような感じですね。ちょうど今、今日金曜日ですけど、金、土、日の3日間で、エレクティブコースのですね、なんか集中講座みたいのがある。まあそんな関係で、まあリザーブされてるらしいですけどね。でも非常にまあ実践的で、まあグループワークは、欠かすことができないよ、というような形みたいですね。はい。というところでしょうかね。まあこんな感じのね、ハルトのドバイキャンパスということで、まとめますとですね、まあハルトインターナショナルビジネススクールは、コンサルティング会社が作った、まあ、学校ということで、非常に実践的でね、ビジネスに近いところにいると。それによってね、カリキュラムもどん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 こうアップデートして変わっていくということ。で、非常にインターナショナルでね、160カ国の、まあ、学生がいろんなところから来てる。ブレイクアウトルームでもうとにかくディスカッションの、まあ、こういったことをいろんな国の人とね、体験して、
キャリアアップにつなげていくと。ね、そんなことができる学校ということが言えるかなと思います。はい。ということで、本日は、ハルトのドバイキャンパスから、お伝えしました。以上です。ありがとうございました。